どうも、毎日20時、さぬきうどんの動画の方アップロードしております。ヤグタウンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で、合計145店舗目のさぬきうどん屋さんの紹介となります。ということで、今日は香川県観音寺市にある鹿島屋さんの方へ向かっていっております。それでは、この鹿島屋さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず、食べログの点数ですが、3.61 点。そして Google の点数が 4.2 点となっています。営業時間は11時から16時まで、定休日は毎週月曜日となっています。交通手段として車で来た場合、お店の向かいに駐車場があって約10台ほど停める場所があります。電車で言うと最寄り駅は観音寺駅、 2.1 キロほど離れていて徒歩約27分程度かかってしまいます。周辺のうどん屋さんとしては鶴屋さん、金熊餅福田さんがあるあの辺りです。おすすめは釜揚げうどんです。こちらのお店、ザルや釜揚げを頼むとうずらの卵が自由にいただけます。 NHK の鶴瓶の家族に乾杯で鶴瓶さんが訪れたお店、地元の人に美味しいうどん屋ありませんかっていうことでこちらのお店にたどり着いたそう。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こんにちは。店内はかなり狭め、開店直後ですが相席しなきゃいけないほどの人気店。たまたま2人掛けの席が空いていたのでこちらに座ります。釜揚げのショーお願いします。はい、釜ショー。釜揚げうどんのショーを注文。店内はこんな感じになってます。すごくレトロな雰囲気のお店。もともと古い散髪屋だったのを改装したお店らしいです。それでは無料のうずらの卵をいただきに行きます。セルフでカウンターにあるカゴに入っています。 2,3 個がおすすめらしいので3個いただきました。それではいただきます。薬味は全部入れます。釜揚げうどんの生姜は僕はすごく多い方が好きですね。そして取り放題だったうずらの卵、とりあえず2個入れてみます。麺は中太でしっかりとしたコシともちもち感、釜揚げ特有のぬめりと小麦の香りがすごくいいです。量も多くて安いのでコストパフォーマンスもとっても高いと思います。
何より出汁がめちゃくちゃ美味しいです。いりこがかなり効いたかなり濃い出汁です。しょっぱいとかではなく濃いんです。うずらの卵をもう一個入れちゃいます。この卵で出汁がマイルドになってとってもバランスのいい味にまとまりますね。飲むと鼻から抜けるいりこの出汁の風味が、いりこ好きな僕からしたらこちらの出汁美味しすぎました。個人的に釜揚げうどんでは香川県内でもトップクラスの美味しさだと思います。ちょっとうずらで手がベトベトになっちゃってるので洗面所で手を洗ってきます。もし今日の動画を見て讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方、ぜひチャンネル登録そして高評価押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。あと知り合い友達に香川県出身の方、そしてうどん好きの方とおられましたら、ぜひこちらの動画そしてチャンネルのことを教えていただけると本当に本当に助かります。どうぞよろしくお願いいたします。コメントも常にお待ちしております。こちらに行ってくださいとか、こちらに来てくださいとか、何でも受け付けておりますので気軽に書いてください。それでは最後の一口いただきます。釜揚げは最後まで熱いのでずっと美味しかったです。いりこ好きな方は絶対こちらの店来てみてください。ただし店内は狭いのでお昼時は避けた方がいいかもしれません。ということでとっても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。釜揚げです。はい、350円です。あ、はい。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。雨上がりの赤い夕焼けが綺麗で、俺はなぜかこぼれそうで歌ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは、ラインメイサーっていう立ち上がりの線路。